ホーカー。ホーカーは、オーストラリア人で、英国で活躍した、ハリー・ホーカーが1920年に、英国で航空機メーカー、ホーカーエアクラフトとして創業。1935年に、JD シドレーの買収により、ホーカーシドレー社のブランドとなった。数々の会社を経ながらも輝かしい過去を想起させる、航空機のブランド名として、現在も使用されている。 第一次世界大戦が終結し、英国政府が軍用機の発注を停止したため、1920年、ソッピースアビエーションカンパニー、ソップウィスアビエーションカンパニー、以降ソッピース社が倒産。オーストラリア人でソッピース社のテストパイロットだった、ハリー・ホーカーが、トマス・ソッピースらと共に4人でソッピース社の資産を購入し1920年に、 HG ホーカーエンジニアリングを設立したことに始まる。ハリーホーカーは1年後の1921年に飛行機事故で亡くなっている。1935年、JD シドレーがホーカーエアクラフトリミテッドを買収し、エンジン製作自動車製作を行っていたアームストロングシドレー社のその子会社で航空機製造を行っていたアームストロングホイットワースと合併し、 ホーカーシドレーエアクラフトとなった。後に1910年から続いていた AV ロイ・アンド・カンパニー・アブローを買収。第二次世界大戦頃にはホーカーシドレーは英国の最重要航空機製造会社となっていた。代表的なものにホーカーハリケーン戦闘機がある。第二次世界大戦後は航空機から徐々に業態を多様化させ機械部品や モーターなどの企業を買収し、放ーーシドレー社は企業多角化に向かう。1973年、産業用電子事業会社アバデアホールディングズを買収。アバデアホールディングズ傘下のサウスウェールズスイッチギア社が1990年にブラッシュスイッチギアと合併。しかし事業とブランドは独立して継続。1992年に放ーーシドレースイッチギアとなっている。 1996年、f t p l c が HSS を買収、会社は継続。HSS 社はオーストラリアに子会社、ホーカーシドレースイッチギアオーストラリア社を所有している。他に、ホーカーシドレーパワートランスフォーマーズがその名前を継承している。カナダでは、アブローカナダ、ホーカーシドレーカナダを継承している会社として、マゼランエアロスペースコーポレーション参加のオレンダ。 エアスペースがあるが当時よりもその規模と事業範囲は大きく狭まっている。1950年代後半から英国政府は航空機発注量の低下に伴い当時15あった国内企業の合併を促進することにより企業規模の拡大を図っていた。ホーカーシドレーは航空機事業と航空宇宙事業とに分割された。英国政府の資本が導入されながらも まだこの時期は各企業として独自に活動していた。航空機はホーカーシドレーアビエーション、ミサイルロケット技術はホーカーシドレーダイナミックスで行われた。ホーカーシドレーアビエーションではデハビランドのエグゼクティブツインジェット HS125 やアブロのターボプロップアライナー HS748 の生産も行っていた。また、年には ジェットエンジン機トライデントも製作した。軍用機では、ブラックバーンのバッカニア攻撃機や HS1182、ホーク練習機、デュハビランドコメットの対戦障害基盤にムロット、ハリアー戦闘機などがある。最終的には、航空機造船産業法により、1977年4月29日に4つの企業軍は持ち株会社 b a e の参加となった。 1978年には BAE の参加にホーカーシドレーグループ PLC1978 年から1990年が結成される。経営強化のために買収もなされたが、買収と分離の中で多様な事業を経たホーカーシドレーの事業部分は分割され売買の対象となる。それに伴い製造販売の資産の一部としてホーカーや ホーカーシドレーという名前もブランド、商標権として多様化した役割を持つようになる。ホーカーは航空機ブランドとして使用されているが、ホーカーシドレーは航空機ブランドとしてだけではなく、歴史において使用された多様な分野を含んだ、成功した事業ブランドとしてくらい置づけられ、売却に際しては多様な事業のブランドとして、切り売りされ、多方面に使用され拡散していく。 1980年、ホーカー・パシフィック・エアロスペースとして独立。1991年、電気技術会社となっていたホーカー・シドレーグループを、BTR ・エアロスペースグループが買収。BTR ・エアロスペースグループは1985年まで、BTR ・インダストリーズ。この後、ダウティ・ハンソン &CEO が買収し、ダンロップ・スタンダード・エアロスペースグループ。 その後スタンダードエアロスペースグループと変遷している。BAE は1993年8月に中型機ホーカージェット機の製品ラインを所有する傘下のブリティッシュエアロスペースコーポレートジェッツ、リミテッドを米国の軍事産業レーセオンに売却する。1994年9月以降、米国カンザス州ウィチタを拠点とする航空機会社レーセオンエアクラフトカンパニーで ビーチクラフト都道の一般航空機製品ラインのに大ブランドの一つとなっていた。2006年12月21日にカナダの投資会社であるワネックスコーポレーションや投資銀行のゴールドマンサックスが合弁事業としてレーセオンの航空機事業であるレーセオンエアクラフト社の買収を予しているとレーセオン自身が発表した。ホーカービーチクラフトコーポレーションが本社を 米国カンザス州ウィッチタとして設立される予定と合わせて発された。冷静音でなされたホーカーとビーチクラフトの事業を合わせた形を社名として名付けたものとなっている。2007年3月26日に33億ドルでの売却が完了したと発表されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。